さあやってきました、ヘイズ駅ですね、四日市市のヘイズ町ですね、っていうところにあります、ですから三義鉄道の駅なんですけど、もうちょうどあ電車が来たなと、こんな時間、あ、お、ちょうどめっちゃナイスタイミングできた。なんかうまいこと貨物に巡り合いますね。おお、すげえ、こっちに入ってきた。おお、あ、後ろ繋いでないんだ。貨車置いてきたところなんですよ。おお、いいな、この近さで。あれ、でもこれ来てるってことはあれか、多分もう言うとるうちに山城方面の電車来ちゃうな。あ、いたいたいた。ちなみに駅前がこっちでね、ま、前今ね家が走ってたところから入ってくるんですけど、でこっちの方の奥の方に行くと行けるみたいな、ちょっと一人です。あ、すいません。あ、山城までお願いします。さあ、ってことでやってきましたよ。うお、ちょうどいいタイミングで来た。いいな。こんな感じで平関ね、また帰りにちゃんと映しますわ。また帰ってきますんでね。へー、あ、こんにちは。へー、こんな感じになった。10連で運行してますからね。わー、こんいい、めっちゃいい時に来た。こんな近くで見れることないもんな。へー、でここが乗車になってて、これやっぱ比例棒なんですね。すごいですね、両端にパンタグラフがついてるんですね。へー、片方は閉まってるんだ。うわ、なんかすごい扇風機で相当暑そうだなこの時期。へー、でもこれどっから乗り降りするんだろう。あ、乗り降りこっちからするんか。へー、へー、すげー、へー、いつ製造なんでしょうね。どっかに書いてある。あ、書いてある。うお、すげー、東洋電機昭和29年製ってなってる。へー、すごいな。こっちも一緒かな。あ、こっちの方が後から来てるんだね。昭和32年製ってなってますもんね。でも相当ですよ、60年以上かは経ってますよね。うわー、いいなぁ、めっちゃいいの見れたな。ヘイズ駅から乗ってよかったあ、ちなみに、こんな感じでですね、切符ちゃんと買って入ってきました。山城までね190円ね、ですから1日フリー切符買うよりもやっぱ、いいかもしれないんで。何がすごいって見てくださいよ、これバリッバリの貢献ですよ。すげえ、すげえ、ね、ジェシャー全頭向こうってなってますけど、ちゃんとカチッと押してもらって開けてもらって、っていう感じですね。お、あ、こっちも貨物だったんだ。おお、すげえ。あ、おお、おお、で、
いタイミングで来た。今度こっちはこっちで、こっちはもう進行できてますもんね。へー、どっちも貨車つないでないんですね。めっちゃ私勘違いしてこっちに電車が来るんやと思ったで、慌てて切符買ってきましたけど、全然そんな急ぐ必要なかったな。ちなみにヘイズ駅は、久方ムの近くね、本内地赤月学園がここにあって、で久方ムが奥にありますよっていう感じのところですからね。ここもねサイクリングとかね、ちょっとウォーキングとかするのにいい場所なんですけどね。で今あれが行ったってことはしばらく来ないかな。時刻表もう来ると思ってたから時刻表見てなかったんだよな、まあいいや、駅舎の中の方は駅の方でちょっといろいろ映していってみましょう。まあでも暑いからな、結構熱持ってるんですよね。もう、まあやっぱ熱が高いとぼやけるな。よいしょ、おお、すげえ。これ JASCO の昔のマークの JASCO のね、マークの跡ですけど、何がすごいって、これは OH にはないよな。大安店だ。大安店の案内だな。うわーすごい。で、あった、メガマートってあったわ。あった、これもイオン系列のやつで、メガマート、あ、懐かしい。あったね、メガマート。懐かしい、これ写真撮っとこう。列車の行き違いのお客様、発車までしばらくお待ちください。